トラフィックアップデート。日本道路交通情報センターの大詰さん、お願いします。はい。高速道路などの状況です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは、アクアトンネルで1キロ半渋滞しています。千葉県の京葉道路の上りは、穴川インターで4キロの渋滞です。下りは船橋料金所付近で2キロ渋滞しています。立山道や東関東道、常磐道に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。川口線の上りは鹿浜橋でにダンプカーが故障して止まっているため9キロ渋滞しています。5号線の下りは板橋ジャンクションの先に乗用車が故障して止まっているため中央環状線外回りの西新宿ジャンクションまでの渋滞です。中央環状線の内回りは千住新橋を先頭に平井大橋まで渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。次は5時53分頃にお伝えします。